こちらはアーノルド。アーノルド、女性に道を譲ろうそう、今回は、流差について考えてみましょう。ちなみに、君はもう、流差の中。たくさん、素早くもがくほど、体は深く沈んでいく。脱出したいなら、すべきことに意味を傾けるんだ。重い持ち物は、すべて捨てよう例えば、お泊りデートに失敗した女性のリスト。背中をつけて、スムーズに泳ぐようにして、安全な場所へ。 君がマムシのすぐ安全だと思うとは妙だね。恐れることなかれ。竜サの深さが0.5メートルを超えることはほとんどない。しかし他の生き物はほとんどの場合、引き仕様の場所で生まれることから、しよう。そして脱水症状にはご注意を。救出を待つには十分な時間があるぞ。結局のところ砂の中では綺麗にミイラ化できるから数世紀は。ビデオをお楽しみいただけたなら、ぜひとも高評価を。 最新の作品を見逃さないために、チャンネル登録もお忘れなく、またお会いしましょう。